はようございます。釣り子 TV です。今日のはね、ちょっと普段のやつの番外編なんですけども、これ最近お気に入りで使っているデプスのですね、ウェブメンバー限定の、コードネームバスのフローティングモデルですね。これピーコックバスカラー。これでね、っていうね、意外な魚が釣れたので、まずはこちらをご覧ください。おっしゃ、おーいやー、ボラが食った、口で食ってる、なんでやねん、なーに、ボラなんですけど、ちょっとやられた。あ、でも口で食ってる。どうしよう。はい、コードネームバスにボラ。これね、でも口で食ってるんですよ。ほら、引っかかってんじゃなくて口で食いに来ましたこいつ。ねえ、ボラにも大人気。これ見て、コードネームバス3匹目に釣れたのはなんとボラちゃんでした。イエーイ。はい、じゃあ逃がしてあげます。はい、まあ何のことはないボラだったんですけどね。ただなんだろう、ボラが、釣れがかりでね、背中とかに針がかかっちゃって、それで、まあ、それがかりで釣れちゃった、なんていうことはね、よくあるんですけども、今回ね、あれね、釣り上げて、どう見てもね、口にかかってたんですよね。まあ、口にたまたまそれがかりしたってだけなのかもしんないんですけど、ただね、巻いていて、で、バイトがあったんですよ。ドバシャって。で、なんだろう、かけて、あ、魚出た、かけて、寄せて、で、上げてみてね、もうね、フッコだとずっと思ってたんですよね。ああ、ちょっと小さいサイズのフッコがうまいことフッキングしたんだなぁなんて思ってね、上げてみたらね、口で食ってきたボラ。ね、びっくりしちゃった。これなんだと思って、ね、基本的にボラってなんだろう、苔とかなんかそういうのを食ってる印象があって、ただバチ抜けシーズンの一時ちょっとバチ食ってるのか、細長いミノーとかでね、狙って巨大なボラが釣れるなっていうね、パターンはあるんですけども、いやー、コードネーム、あれどうですかね、動画にもね映ってましたけど、口で食ったっていうことでいいですか。まあ、どっちでもいいですかね。まあ、はい。で、ね、針の方はまあこんな感じで巻いた BKK のね、ちょっと大きめの50番っていうね、針に変えてあるのと、あとはね、こういう感じで、フローティングチューンってことでね、中にこう、なんだろう、これ、フックのパッケージの中に入っている台紙を細かくちぎったものですね。それをこう、ぐちゅぐちゅと入れてね、ちょっと浮力調整なんかをして、使っております。まあ、ボラ狙いの人はあんまりいないと思うんでね、そんな別に参考にならないかもしれないんですけども、ただね、まあちょっと嬉しかったんで、あ、ボラーコードネームに食ったぜと思ってね、動画にまとめてみました。はい、ちょっとしょうもない動画ですいません。ね、そういうわけで、本日の釣り子 TV はこちら、デプスのですね、ウェブメンバー限定の、コードネームバス、ジャイアントベイトですね。これのフローティングモデルに意外なターゲットがヒットしたぜ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。